はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。トリックロジック続きやっていきたいと思います。切断された5つの首、読んでいきたいと思います。第5章、遠藤律子の証言。翌2月2日の朝10時過ぎ、司と一平は遠藤律子に会いに行った。警察は103号室の死体が原口新一のものだと断定しているが、司はどうしても納得できなかった。死体が原口のものだったら、身元隠しのために首、両手首、両足首を切断したにもかかわらず、死体を原口の部屋に放置したという矛盾が生じてしまうからだ。翌日は、そこで昨日、所轄署からの帰り道で司は一平に、死体が原口のものだと述べた3人の事件関係者たちに会ってみることを提案したのだった。翌日は大学の講義が休校で、新聞集金のアルバイトも休みなので時間が空いていたのだ。一平も乗りかかった船だ、付き合うよと言った。遠藤律子が住んでいるのは東区のクリス町にあるビラ銀座というマンションだった。括弧のベランダは広く、エントランスにはオートロックシステムが採用されており、隣には専用の立体駐車場まで作られている。別れた夫の原口新一の住んでいたマンションよりもはるかに高級で、それはそのまま夫婦の収入の差を示しているようだった。エントランスにあるインターホンで一平が遠藤律子を呼び出した。岩下探偵社の萩本一平と申します。ああ、原口の見張りをお願いした探偵さんですね。今日は何のご用ですか？うちの更新所でも原口さんがお亡くなりになったことを申し訳なく思っているんです。もっとしっかり見張っていれば、原口さんの死を防ぐことができたかもしれないという気がしまして。それで供養のような気持ちで独自に調査をさせていただいているんですが、司が事前に考えておいた口実だ。そうですか。ありがとうございます。遠藤律子は一平の言葉を疑うこともなく、あっさりと受け入れ、オートロックを解除してくれた。エレベーターで6階に上がり、606号室のチャイムを鳴らすとドアが開けられた。遠藤律子は30代前半で、理知的な顔立ちが印象的だった。別れた夫が殺されたことに衝撃を受けたのか、やつれた影がある。8、9歳の女の子が遠藤律子の後ろからちらっと顔を見せたが、司たちと目が合うと、はにかんだような笑みを浮かべて引っ込んでしまった。娘さんですか？ええ、リナと言います。原口には毎月末に娘との面会日を設けることにしていました。原口は殺された日の翌日に娘と面会する予定だったんです。原口はどうしようもない男だったけれど、リナを可愛がっていたのは確かで、いつも面会日を楽しみにしているようでした。娘との面会を直前にして殺されてしまったのがなんだか哀れで。司と一平はダイニングキッチンに通された。司が質問の唇を切った。最後に原口さんにお会いしたのはいつでしたか？最後に会ったのは1年前、離婚調停のために家庭裁判所に行った時です。それ以来一度も会っていません。なんとか電話でやり取りはしましたけど。じゃあ最後に電話でお話になったのは先月の19日です。登下校中の娘に原口がつきまとって自分と一緒に暮らそうとしつこく迫ったという話を娘から聞いて、夜電話したんです。二度と娘につきまとわないで、さもないと月に一度の面会も中止にするという原口もしぶしぶ承知しました。岩下探偵社さんに依頼しようと思ったのはそれがきっかけです。最後に電話でお話になった時、原口さんは他に何かおっしゃっていましたか？今度は一平が聞く。いえ、他には何も。私が原口にリナにつきまとわないでと言い、原口がそれに言い返して、ひたすらそれの繰り返しでした。原口さんが殺される理由に心当たりはありませんか？さあ。離婚してから1年間、原口がどんな暮らしをしていたのかよくは知らないんです。
原口が勤めていた予備校を2ヶ月前に傷害事件でクビになったことや、今どこに住んでいるのかといったことは原口の弟の京二さんに聞いて知ってはいましたけれど、それ以上詳しいことは。冷たいようですけど、原口とはもう関わり合いたくなかったんです。原口さんの弟とは連絡を取られているんですか？再び司が尋ねる。ええ、実は京二さんは私が勤めている中央医科大学附属病院で看護師をしていて、よく顔を合わせるんです。私たちの離婚については京二さんは私に同情してくださって、いろいろ助言をいただいたりもしました。失礼ですが、離婚の原因は何だったんでしょうか？原口はもともと私と同じ医学部にいて学生結婚をしたんです。私は無事卒業して医師国家試験に合格し、医者への道を進むことができたんですけれど、原口はとうとう卒業できなくなって、思えばそれがつまずきの石だったのかもしれません。原口はその後予備校で数学の講師をしていたんですが、医者になれなかった鬱憤を晴らすように酒と女に走って、酔った勢いで私に手を挙げたりするようになりました。いずれ収まるだろうと我慢していたんですけど、収まるどころかひどくなるばかりで、とうとう我慢できなくなって1年前離婚を切り出したんです。遺体の身元確認のために警察に呼ばれたそうですね。遺体を原口さんだと確認された根拠は何だったんでしょうか？原口は右肩に長さ3センチほどの傷があったんですが、遺体にも同じ傷がありましたから。右肩の傷ですか？原口はお風呂好きで20分も30分も湯船に浸かる習慣だったんですが、別れる半年ほど前、あまりに長い間お湯に浸かってのぼせてしまって、浴室で足を滑らせて蛇口に右肩をぶつけて切ったことがあるんです。その時の傷です。その後も原口のお風呂継ぎは相変わらずで、いつも私よりも長く入っていたものですけれど。大変失礼ですけれど、30日の午後11時から午前0時まで何をしていらっしゃいましたか？覚えておられますか？アリバイ調べですか？いえ、そういうわけではないんですが。遠藤律子は悲しげに微笑した。別れた夫が殺されたんですから、疑われるのは当然かもしれませんね。あの日の午後11時から午前0時の間は、ここで本を読んでいたと思います。娘はもう寝ていましたし、証人にはなりませんけれど。第6章、原口教授の証言。司と一平は遠藤律子から原口教授の住所を聞いて会いに向かった。彼の住まいは南区の川町にあるレジデンス川崎というマンションだった。遠藤律子の住まいに比べると格が下がり、オートロックシステムはない。司が405号室のチャイムを鳴らすと、中肉中背の30代前半の男が出てきた。色白で鼻筋の通った端正な顔立ちをしている。新聞やテレビのニュースで報じられた川口真一の顔によく似ていた。もっともこちらの方は眼鏡をかけているし、雰囲気がまるで違う。原口教授さんですね。深さが言うと相手はうなずいた。律子さんが依頼していた更新所の方ですね。彼女から先ほど電話で話を聞きました。せめてものを供養として、うちの更新所でも独自に調査をさせていただこうと思いまして。そう言っていると、本当のような気がしてくるから不思議だ。司と一平はダイニングキッチンに通された。最後にお兄さんに会ったのはいつですか？と司が聞く。1月27日でしたね。あの日は仕事がお休みだったんで、午後3時頃に兄に会いに行ったんです。兄が登下校中のリナちゃんに、ああ、兄と律子さんの間にできた娘です。リナちゃんにつきまとってお父さんと一緒に暮らそうとしつこく言ったと律子さんから聞いて、それとなく兄をたしなめに行こうと思いまして。律子さんは更新所に兄の見張りを頼んだと言いましたけれど、それだけでは心配だから僕の方でも兄の様子を探っていこうと思ったんです。その時のお兄さんの様子はどうでした？いつもと変わっていたところはありませんか？
リナちゃんにつきまとわないでと律子さんに電話で言われたことで盛んに文句を言ってきました。俺の方がリナを可愛がっているのに、どうしてリナは俺と暮らせないんだ、家庭裁判所の裁定はおかしいと愚痴っていましたね。でも兄がリナちゃんを引き取れなかったのは自業自得ですよ。兄はリナちゃんを可愛がっていたことは確かだけれど、酒や女の問題があってとても子供を育てるような環境にはなかった。それに比べて律子さんは真面目できちんとした生活を送っているし、何よりも収入が安定している。兄が親権を持てるわけがない。お兄さんは他に何かおっしゃっていましたか、と今度は一平が聞く。他には特に。ああそうだ、付き合ってた女性に振られたらしくてちょっと落ち込んでいました。どんな女性と付き合ってたんですか。2ヶ月前まで勤めていた改心予備校の事務員だそうです。名前はご存知ですか。確か森川琴美と言ったと思います。兄が彼女を連れて歩いているところを一度出くわしたことがあるんです。その時に簡単に紹介されて名前を聞いた覚えがあります。20代半ばの面長で綺麗な女性ですか。そうです。兄は昔から女性にはよくモテていて、いつも魅力的な女性を連れ歩いていました。お兄さんが遠藤律子さんと離婚されたのは酒と女性問題と家庭内暴力のためだったそうですね。再び司が尋ねる。ええ、律子さんという妻がいながらしょっちゅう女に手を出すし、酒を飲んでは律子さんを叩くし、律子さんは我慢していたけれど、僕は見るに見かねて律子さんに離婚してはどうかとアドバイスしたんです。僕は律子さんがいる中央医科大学附属病院で看護師をして働いていて、よく顔を合わせるんですが、律子さんが日に日に元気をなくしていく様子が見ていられなくてね。お兄さんが殺される理由に心当たりはありませんか。殺される理由ね。兄は酒と女にだらしなくて失業中だったけれど、基本的には子供っぽい人間なんですよ。殺されるほどの恨みを買うとは思えないんです。そこで原口は眉を潜めると、まさか律子さんが兄を殺したなんて考えてるわけではないでしょうね。いえいえ、とんでもないです。律子さんは虫一匹殺せない人間ですよ。第一、彼女には兄を殺す理由がない。リナちゃんの親権を持っているのは律子さんの方なんですから。もちろんそんな失礼なことは考えていません。ところで遺体の身元確認のために警察に呼ばれたそうですね。遺体をお兄さんだと確認された根拠は何だったんでしょう。根拠と言われても、まあ全体的な雰囲気ですね。何しろ兄は大学に入るまでずっと一緒に暮らしていた兄弟ですから、兄がどうかは雰囲気でわかります。それから律子さんに聞いたんですが、兄は律子さんと別れる半年ほど前に浴室で足を滑らせて右肩に傷を負ったそうなんですが、その傷が遺体にもありましたね。大変失礼な質問ですけれど、30日の午後11時から午前0時まで何をしていらっしゃいましたか。覚えておられますか。原口は顔をこわばらせた。僕のことを疑ってるんですか。いえ、そういうわけではないんですが、あくまでも参考に。原口はそう言われても納得していないようだったが、気真面目に答えた。多分自宅にいたと思います。夜勤だったらアリバイが成立したところなんですが、残念ですね。第7章、森川琴美の証言。原口新一が2ヶ月前まで勤めていた改心予備校は、北区のクイーン駅前にあった。10階建ての建物で、一見したところではホテルのような印象だ。少子化に備えて予備校をホテルに転用できるようにしてあるという話を司は思い出した。1階のエントランスに入ると、受付の女性が生徒らしい少年に向かって何か説明していた。20代半ば、ファッションモデルのような体つきで、面長で目つきのきつい美人だ。1月26日に原口新一が喫茶店で会った女だ。一平が彼女を見て言う。近づいてさりげなく名札を見ると、予想通り森川琴美と記されていた。少年がいなくなったところで司は彼女に話しかけた。森川琴美さんですね。
原口真一さんのことでお話を聞かせていただきたいのですが。あなたたち誰ですか？森川琴美は警戒するような眼差しを司と一平に向けた。僕たち岩下探偵社という更新所の者です。実は僕たち原口さんの見張りを依頼されていたんです。ところが原口さんは殺害されてしまった。もっとしっかり見張っていれば原口さんが殺されるのを防げたかもしれないという気がして、供養のつもりで独自に事件を調査しているんです。一平がスラスラと答える。どうして私のところに来るの？実はあなたが1月26日に原口さんにお会いになったところを見たんです。森川琴美の顔がかすかに赤くなった。言っておくけど、私は原口とはもう何も関係ないわよ。別れたんだから。ええ、それは承知しています。ただ、原口さんの人となりについて伺わせていただければと思いまして。どうでしょう。もうすぐお昼休みですから、お昼ご飯をいただきながらお話を。森川琴美の同僚が好奇の眼差しで司たちを見ている。その視線に気がつくと森川琴美はため息をついた。わかった。ここを出て左に200メートルほど歩いたところにあるトラットリア A 子というイタリアンレストランに行っておいて。司と一平が指定されたレストランに入って10分ほどした頃、12時5分過ぎに森川琴美が店内に現れた。琴美はランチを頼んだ。最後に原口さんにお会いになったのは1月26日ですか？司が念のため聞いてみると、森川琴美はええとうなずいた。何のためにお会いになったんですか？別れ話。1月10日にあの人のことを振ったの。そうしたら25日に電話かけてきて、あともう一度だけでいいから会ってくれと、しつこいのに根負けして、26日、うちの予備校の昼休み中に近所の喫茶店で会ったの。案の定、よりを戻してくれってせがまれたけど、きっぱりと断ったわ。あの人には心底うんざりしていたから。そうしたら、今に見ていろ、と捨て台詞を吐いて、喫茶店から出て行った。原口のことを見張っていたんだったら、その辺は見ていたんじゃない？ええ、まあ、原口さんのどんなところにうんざりしていたんですか？あの人、とにかく子供っぽいのよ。子供っぽい？そう、原口は見た目はなかなかの二枚目で、ちょっと影もあって、そんなところに惹かれて、去年の夏から付き合ってたんだけれど、そのうち子供っぽいところが鼻についてきたの。例えば？変なところで競争心を働かせるのよ。原口がうちの予備校に勤めていた頃、犬猿の中の同僚講師がいて、その人はスポーツカーを持っているのが自慢で、よく予備校にもそれに乗って出勤してたの。そうしたら原口はその人の車よりワンランク上のスポーツカーをわざわざ買って予備校に乗り付けてたのよ。そのスポーツカーを買うために貯金を全額下ろして借金までして、バカみたい。それから2ヶ月前の傷害事件、原口は生徒の一人に数学の問題の解法がおかしいと文句を言われて口論になって、カッとして相手を殴ってしまったの。それで首。それやこれやでうんざりして、1月10日にもう別れましょうって言ったの。原口さんはそれを聞いてどんな反応を示しました？しばらくの間びっくりして口も聞けないようだった。それから震える声でどうしてって聞くから、原口の子供っぽさを一つ一つ挙げてやったの。そしたら他に好きな人ができたって正直に話した。今度は原口みたいな子供っぽい男じゃなくて、しっかりした大人の男。大企業に勤めているし、サーフィンの得意なスポーツマンだし、原口とは大違い。原口さんはひどく落ち込まれたんじゃありませんか？落ち込んでいたわね。でもはっきり言ってやった方が後々本人のためになるのよ。運ばれてきたトマトソースのパスタをフォークに巻きながら、森川琴美はケロリとして言う。深沢は原口真一がいささか気の毒になった。最後にお会いになった時、原口さんは他に何かおっしゃっていましたか？今度は一平が聞く。もう一度よりを戻してくれの一点張り。他には何も言ってなかったわね。原口さんが殺される理由に心当たりはありませんか？
あんな男殺す価値もないわよ。誰が犯人か知らないけれど、あんな男をわざわざ殺そうとするなんて相当物好きね。うわぁ、きついことを言いますね、と一平が顔をしかめる。再び司が尋ねる。遺体の身元確認のために警察に呼ばれたそうですね。遺体を原口さんだと確認された根拠は何だったんでしょうか。とても色白で体つきも原口のものだったから。それにあの人、右肩に傷あったんだけど、遺体にも同じところに傷があったし、どうしてこんな傷ができたのって聞いたら、お風呂でお湯に浸かりすぎてのぼせて足を滑らせたって言ってた。確かにあの人、お風呂が大好きで何十分もお湯に浸かっていたわ。大変失礼な質問ですけれど、30日の午後11時から午前0時まで何をしていらっしゃいましたか？覚えておられますか？森川琴美は司を睨みつけた。本当に失礼ね。あのね、私が原口を振ったの。私が原口に振られたわけじゃないの。それなのになんで私が原口を殺さなくちゃいけないのよ。いえ、森川さんが原口を殺したとか疑っているわけではなくて、参考のために伺っているだけですので。自宅にいたわ。一人暮らしだし、あいにくその時彼氏と一緒じゃなかったから証人はいないけれど。なるほど、警察の見解に納得できなかった君は独自で調査を始めたわけか。はい、私と萩本君の2人で。まずは原口の前妻遠藤律子に会ったんだな。ええ、やっぱり少しショックを受けて落ち込んでる様子でした。話の中でとても重要な点があったな。というと、彼女が遺体を原口真一だと認めた根拠とか。ああ、そうだ。彼女が遺体を原口真一だと認めた根拠は、認めた根拠は、傷。右肩の長さ3センチほどの傷だったな。原口が以前、浴室でのぼせて足を滑らせた時の蛇口で切ったらしいが、この件で死体の身元は原口真一であるとはほぼ確定。他にも原口真一について証言がありましたね。原口真一は遠藤律子と学生結婚し中退して予備校の講師になったこと、それから酒と女に走るようになったこと、弟の教授が遠藤律子と同じ病院で働いていることもここで初めて出てきました。その後、司くんは被害者の弟原口教授と会っているね。はい、でも目新しい情報はありませんでした。そうでもないと思うが。まず27日に原口教授が新一のマンションを訪れた理由が明らかになった。証言によると、教授は里奈ちゃんにつきまとう兄をたしなめるためにマンションに行ったようだ。震源は遠藤律子にあるのに、里奈ちゃんにつきまとう兄を教授もよく思っていなかったらしい。それから原口真一は最近振られたこと、相手は海信予備校事務員の森川琴美。これは大きな情報の一つだろう。すぐ後にその森川琴美に会いに行ったんですけど、きつい性格でちょっと面食らいましたよ。26日に森川琴美と原口真一が喫茶店で話していた別れ話だったようだな。去り際の原口の険悪な表情のわけが分かったな。あとは大体他の二人から聞いた話と同じような内容でした。右肩の傷と風呂付きという点は確かに他の二人とはすでに聞いていた。遠藤律子といい、森川琴美といい、どうしてこんな人を選んだんでしょう。色恋沙汰に公式も常識もないよ。百戦錬磨のわしが言うんだから間違いない。丸の内警部の恋の方程式はともかく、森川琴美も原口教授も原口が殺される理由はないと言っている。まあ森川琴美の場合、殺す価値もないという言い方だが、恨みを買うほど
悪い人間でもなかったということでしょうか。そうかもしれないな。そして全員共通して死亡推定時刻にアリバイがないことも分かった。なんだか全員怪しく見えてしまうな。次に進みましょうか。もう少しだけ先があるようですから。いや、第8章、首切りの理由。森川琴美はランチを食べ終えると、質問に答えたんだからおごってよねと言ってさっさと席を立ってしまった。司と一平はそのままトラットリア A 子に残り、事件を検討を続けることにした。遠藤律子、原口教授、森川琴美の3人に会ってみてどう思った？司は一平に尋ねた。103号室の死体が原口真一であることは確かだ。という点で3人の意見は共通して言えたね。だけど、死体が確かに原口真一だとしたら、犯人は首、両手首、両足首を切断して、身元をわからなくした死体をなぜ原口の部屋に放置したのかな。これじゃあ、首、両手首、両足首を切断した意味がないじゃない。矛盾している。犯人はそこまで深く考えてなかったのかもしれないよ。それに警察は死体が原口の部屋に放置されていても、切断の理由は身元隠しだということで納得しているみたいだよ。私、警察の判断は信用しないことにしているの。身元を隠すために切断することと、死体を原口の部屋に放置することは明らかに矛盾しているのよ。司は一平にフォークを突きつけると、ひょっとしたら犯人が首、両手首、両足首を切断したのは身元を隠すためではなかったのかもしれない。身元を隠すためだったと考えるから、死体を原口の部屋に放置したことが矛盾だと感じられるのよ。ならばいっそ犯人が首、両手首、両足首を切断したのは身元を隠すためではなかったと考えてみたらどうかな。身元を隠すためではなかったのならば、どんな理由で切断をしたっていうんだい？首、両手首、両足首が残っていると犯人にとって不都合だったとしたらどう？というと、首、両手首、両足首に犯人にとって不都合な痕跡があったということ。考える取っかかりとして、首、両手首、両足首にあった犯人にとって不都合な痕跡が先天的なものだった可能性と後天的なものだった可能性に分けてみるのよ。え、ちょっと待ってくれよ。よくわからない。別に難しいことじゃない。先天的な犯人にとって不都合な痕跡というのは、簡単に言えば、容姿、指紋、掌紋、足紋、足のサイズのような個人識別の手がかりのこと。犯人が被害者の身元を隠そうとしていたら、そうしたものは犯人にとって不都合な痕跡になるでしょ？でも、そう、今は犯人は被害者の身元を隠そうとしていなかったという前提で推理を進めている。だから犯人にとって不都合な痕跡が先天的なものだった可能性は考えなくていい。そこで今度は犯人にとって不都合な痕跡が後天的だった可能性を考えてみる。つまり犯人にとって不都合な痕跡が被害者の体に後天的に加えられたという可能性を考えてみる。後天的に加えられた？例えばこういう可能性。原口の命を奪った直接の原因は胸に突き立てられたナイフだそうだけど、その前に頭部や手先、足先に別の凶器で傷を受けた。その凶器は極めて特徴的な傷を残すもので、犯人が誰か明かしてしまうようなものだったとしたら？犯人が誰かを明かしてしまうようなもの？犯人が日頃手にしている杖とかね。原口の頭部や手先、足先にそういった杖による殴打の跡が残っていたら、犯人が誰なのか一目瞭然でしょ？それを防ぐために犯人は殴打の跡が残っている部位を全て切断したというわけ。でも原口は首、両手首、両足首と5つもの部位を切断されていたんだよ。もし君の今の説明が正しいとしたら、原口は5つもの部位に傷を受けたことになる。そんなことって考えられるかい？
犯人は凶器を振るとき、特定の部位に集中して振り下ろすんじゃないかな。頭部、両手先、両足先というように、人体の中でお互いに離れた部位をすべて凶器を振るというのは考えられないと思う。一平の言う通りだった。ぼーっとしているように見えるけど、なかなか鋭いことを言うじゃない、と司は見直した。じゃあ、原口は何かの病気にかかっていて、その病気は頭部、手先、足先に特徴的な症状をもたらすものだった、という可能性は？原口がその病気にかかっているとバレると、犯人にとって不都合だったので、犯人は症状が現れている部位を切断したのよ。どうして原口がその病気にかかっているとバレると犯人にとって不都合なんだい？犯人は原口のかかりつけだった医者だとしたらどう？犯人は誤診して、それに気づいた時にすでに原口の病気は取り返しのつかないほど悪化していた。このままでは犯人は誤診の責任を問われることになる。それを防ぐために犯人は原口を殺害して、病状が出ていた首、両手首、両足首を持ち腐ったというわけ。事件関係者の中に医者が一人いたでしょ？元妻の遠藤律子か。そう、彼女が犯人だったのよ。彼女は夫を診察したことがあったの。でも原口の病気が取り返しのつかないほど悪化していたんだったら、首、両手首、両足首以外にもいろいろ症状が出ていただろうし、死亡解剖の時に発見されていたと思うけどな。第一、頭部、手先、足先に特徴的な症状をもたらすような病気なんてあるのかい？そうよね。こうして考えてみると、首、両手首、両足首が残ってると犯人にとって不都合だったからという理由はありえないんじゃないかな。司は一平の反論にたじたじとなりながら、それじゃあ今度はその逆よ。犯人にとっては、首、両手首、両足首自体に価値があり、それらが必要だったから持ち去ったのだとしたら？首、両手首、両足首自体に価値があるって？例えば、犯人は異常な思考の持ち主で、原口の首、両手首、両足首をコレクションとして持ち去ったのかもしれない。まさか、と一平は顔をしかめた。男の死体をコレクションしたがるやつなんているのかい？森川琴美はどうかな？彼女は原口新一を振ったと言っていたけれど、本当は逆で、彼女が原口に振られたのかもしれない。原口のことを諦められなかった彼女は、原口を殺害し、彼を忍び寄すがとして、首、両手首、両足首を切断して持ち去った。一種のフェティシズムね。でも、1月26日に原口と森川琴美が喫茶店で会った様子から見て、彼女の方から振ったことは間違いないよ。彼女には原口を殺す動機がない。そうね。それじゃあ原口の首、両手首、両足首には貴重なものが入っていて、犯人はそれが欲しかったっていうのはどう？貴重なもの？ロマノフ王朝のダイヤモンドでも入っていたというのかい？ありえないよね。そこで突然、司の脳裏にある考えがひらめいた。すごいことを考えちゃった。犯人は原口の首、両手首、両足首を使い、人間が一人いるように見せかけたのよ。え？詰め物をした衣服と首、両手首、両足首を組み合わせて一種の人形を作るの。それを遠くから誰かに目撃されて、人間がいると見せかけて、その間に犯人は別の場所で何らかの犯罪事件を実行する。首、両手首、両足首は本物だからリアリティ満点で、遠くから見れば本物の人間に見えるはず。それで犯人にはアリバイが成立するというわけ。この人形は原口の顔を持つけれど、そんな人形でアリバイを作ることができるのは原口とそっくりの顔の持ち主、原口の弟、教授よ。一平は目を丸くして司を見た。君って顔に似合わずすごいことを考えつくね。だけど教授の周囲でアリバイ工作をする必要な犯罪事件は起きていないよ。犯罪事件が起きていない以上、君が言う人形の使い道はないということになる。使い道がないのにそんなものを作るとは思えない。そうよね。やっぱり犯人が原口新一の首、両手首、両足首を切断した理由は、
身元を隠すためだったとしか思えないよ。それ以外の理由で納得できるものが全く存在しない。だけど身元を隠すためなら死体を原口の部屋に放置するのはおかしいんだけれどな。第9章、犯人は誰。首、両手首、両足首がなぜか切断されたという問題はひとまず棚上げにして、犯人は誰かという問題を考えてみようよと一平は提案した。今切断の理由について検討する中で、遠藤律子、原口教授、森川琴美の3人が犯人候補として浮上した。この3人の誰かが犯人である可能性についてもう少し詳しく検討してみたらどうだろう。犯人がどうか検討する中で一番重要な要素となるのはアリバイと動機よね。アリバイは3人とも成立しなかったね。3人とも30日の午後11時から午前0時までは自宅にいたけれど、それを証明してくれる証人はいない。問題は動機だけれど、まず遠藤律子ね。原口真一が娘に近づこうとするのが心配なあまり原口を殺害したという可能性は、岩下探偵社に原口の見張りを依頼してわずか5日目で殺害するというのは変じゃないか。殺害しようと考えていたのだったら、そもそも岩下探偵社に依頼しないだろうし、依頼したからには原口の動向をもう少し見守ってみようと考えるはずだよ。それに依頼した26日以降、原口は娘に近づこうとしていないことを遠藤律子は僕からの報告で承知しているんだから、原口を殺害しようとは考えないと思うけれどな。じゃあ次は原口教授。仲が悪い兄弟っては時々いるから、兄弟喧嘩が高じて殺人に至った可能性はもなくはないけれど、ただ30年も兄弟として生きてきたのになぜ今頃になってという疑問が出てくるよね。何かきっかけがないと。そうだ、教授は元義士の遠藤律子に同情して兄と離婚するようにアドバイスしているけれど、ひょっとして教授は遠藤律子が好きということはないかな。もしそうだったら、兄が登下校中の娘に近づいて元義士を悩まされていることを聞いて兄に対する怒りが爆発して殺害したという可能性は、登下校中の娘に近づいて元義士を悩ませている話を聞いたのだったら、その後岩下探偵社に依頼した話も聞いているはずだよ。それだったら遠藤律子の時と同じ理由で教授が今兄を殺害しようとは考えないと思う。じゃあ3人目の森川琴美だけど、本人も力説していたけれど、彼女は原口真一を振ったのであって原口が彼女を振ったわけじゃない。だから彼女には原口を殺す動機がないと思う。僕が26日に喫茶店で目撃した様子を見て、森川琴美の方が原口を振ったことは間違いないようだしね。原口がよりを戻そうとしつこく言い寄るので耐えられなくなって殺したいという可能性を考えられるけれど、森川琴美を見る限り原口くらい殺さなくても簡単に跳ねつけられそうな女性に見える。司はため息をついた。結局3人とも原口を殺す動機はないみたいね。その時だった。司の脳裏に思いもよらぬ推理がひらめいた。ふと気がついたことがあるの。昨日丸の内警部に聞いた現場の状況とさっきの聞き込みで知ったことの間に矛盾が一つあるのよ。矛盾？そんなものあったかな。現場にあった脱衣カゴには原口が脱いだ衣服と使われたバスタオルが入っていたことから、原口はお風呂に入ったと考えられる。そしてバスタブが乾いた状態だったことから、原口は湯船に浸かったのではなくシャワーを浴びたのだったと考えられる。これが丸の内警部に聞いた現場の状況よね。ああそうだね。だけどさっき遠藤律子を訪ねた時、彼女は原口はお風呂好きで20分も30分も湯船に浸かる習慣だったと言ってたじゃない。それに森川琴美もあの人お風呂が大好きで何十分でもお風呂に浸かっていたわと言っていた。原口と親しかった女性2人がそういうぐらいだから、原口のお風呂好きは確かな事実だと見ていい。そんな原口が湯船に浸からずにシャワーだけ済ませだなんておかしくない？そう言われればそうだな。原口ならばシャワーだけ済ませたりせず
湯船にも使ったはずよ。それなのにシャワーだけで済ませているとすれば、考えられることは一つしかない。なんだい？浴室を使った人物は原口ではなかったのよ。え？そして脱いだ衣服やバスタオルに付着していた毛髪の DNA から、浴室を使った人物は死体の主であることが分かっている。浴室を使った人物が原口ではなかったのならば、死体の主は原口ではなかったことになるじゃない？一平はポカーンと口を開けた。死体の主は原口ではなかった？一体誰なんだい？原口のような色白で原口によく似た体つきの持ち主、弟の教師よ。ああ、だけど死体が原口真一であることは DNA 鑑定で証明されてるんだよ。本当に証明されたのかな？死体の DNA は103号室のあちこちに落ちていた毛髪の DNA と一致した。また死体の DNA は原口教授の提出した毛髪の DNA と兄弟関係を記した。このことから死体は原口真一だとみなされた。だけど103号室のあちこちに落ちていた毛髪が実は教授のものだったとしたらどう？犯人が教授の毛髪をあちこちに意図的に落としておいたのかもしれない。また毛髪を提供した原口教授が実は真一で、真一だと思われた死体が実は教授だったとしたらどう？その場合でも二人の DNA の間には兄弟関係が成り立つのよ。 DNA 鑑定が証明したのは二人の兄弟関係だけであって、両者が入れ替わっていることを否定するものじゃない。ああそうか。だけど死体が原口真一のものだと断定したのは DNA 鑑定による結果だけじゃないんだよ。原口には右肩に傷があったそうだけれど、死体にも同じところに傷があったんだから、そんな傷はいくらでもごまかしが効くでしょう。右肩に傷があったのはもともとは弟の教授の方だったのよ。原口真一は弟と入れ替わることを思いついた時、自分も弟と同じ右肩に傷を作ったの。遠藤律子は離婚する半年ほど前に真一が浴室で足を滑らせて蛇口に右肩をぶつけて傷を作ったって言ってたけれど、真一はその頃から弟と入れ替わる計画を立てていたの。真一は医学部にいたんだから医学の知識は身につけている。だから看護師の教授になりすましても医学知識のなさから正体がバレる恐れもないしね。なるほど。そういえば1月27日に教授が兄を訪れた時、僕は一瞬新一がいつの間にか外に出たのかと思ったぐらい二人はよく似ているんだ。君の言うように入れ替わりは可能かもしれない。とすると僕たちがさっき会った原口教授は実は新一だったということ？その通り。教授に化けた新一は自分の悪口を言ったりして、せいぜい自分が教授であるように印象をつけてみせたの。原口真一の犯行をまとめてみるね。彼は犯行の数日前、103号室を徹底的に掃除し、それから数日間弟に103号室を使わせ、自分の衣類を着せた。そうすることにより教授の毛髪が部屋に落ちる。死体が発見された時、警察は部屋に落ちている毛髪の DNA を死体の DNA と比較して死体の身元を確認しようとするでしょう。それを見越して原口真一は教授を数日間103号室に住まわせたの。そして事件当夜、原口真一は103号室を訪ねると弟を殺害し、首、両手首、両足首を切断して自分の死体に見せかけた。数日間教授に103号室を使わせたって。じゃあそう、君が見張っていた原口真一は実は教授だったの。いつ入れ替わったんだい？1月26日に森川琴美が原口真一と会っているけれど、この時は真一は本物だったと考えていい。教授だったらいくらなんでも森川琴美は気づいたでしょうから。とすれば入れ替わりはその後行われたことになる。27日、教授が真一を訪ねてきたけれど、入れ替わりが行われたのはこの時だと思う。訪ねてきた弟は兄として103号室で暮らし始め、兄は弟の服を着て帰ったのよ。じゃあ僕が見張ってる前で二人は入れ替わったのか。
27日以降、原口はほとんど外出せず、朝夕に新聞を取りに出るほかは、昼頃に買い物に行くだけで、あとは自宅にいるという生活だったんでしょ？それはこの時原口がすでに弟に入れ替わっていたからで、教授は兄の知人と出くわして入れ替わりに気づかれることを防ぐために外出を控えたんだと思う。原口新一にとって唯一の誤算は、教授が兄とは違って風呂好きではなく、湯船に浸からないでシャワーだけで済ませたことだった。そのために軽眼な女探偵によって死体が新一ではなく教授だと見破られてしまったんだもの。あの死体が原口新一のものでないという説にまだこだわっていたのか。それから30分後、捜査本部に置かれた所轄署の一室、丸の内警部は司の推理を聞くとうんざりしたように言った。司はうなずいて、よく考えてみると死体が原口新一のものだという DNA 鑑定の結果は当てにならないんですよ。103号室に落ちていた毛髪は数日間そこで暮らしていた教授のものだとしたら、そして現在原口教授と名乗っている男が実は新一だとしたら、 DNA 鑑定の結果は死体が原口新一のものだと示すものではなくなります。警察を甘く見るなよ。警察は死体の身元確認をさらに確実に行うため、原口新一の DNA が含まれたものが残っていないか調査したんだよ。え？その結果、新一の予備校講師時代の教え子で新一にひどく熱を上げていた女の子が、新一の髪を一本合格祈願のお守り代わりにロケットに忍ばせていたことが分かってな。その髪が抽出した DNA と死体の DNA を比較したところ完全に一致した。その女の子が髪をもらった新一は実は教授が化けた姿だったかもしれませんよ。それはありえない。女の子が新一から髪をもらったのは、新一が南海大学受験向けの数学の講義を終えた直後だったそうなんだ。教授にそんな講義ができたはずがない。教授は学生時代数学がひどく苦手だったそうでな。つまり女の子が髪をもらったのは本物の新一だったんだ。だとすれば死体は確かに新一のものだったと考えていい。死体は確かに新一のものだった。司は呆然としてつぶやいた。自分の推理がガラガラと崩れていく音が聞こえるような気がした。これで赤社の記述は終わりか。名探偵司くんの推理なかなか興味深かったな。え？ってことは私の推理は間違ってないってことですか？推測の域を出ていない。司くんが無実だと示す物証は何一つ出てきてないからね。重要参考人としての地位は揺るがないよ。不法逮捕です。助けておまわりさん。おまわりさんはわしだ。助けて、優しくて話のわかるおまわりさん。この小娘が。まあまあ、二人とも落ち着いて。落ち着いてなんていられません。このままじゃ私犯人にされちゃうんですよ。それでもいいんですか？よくないですよね。吉川さん、ズバッと解決お願いします。ズバッと、バズッと、ドカッと。ドカッと。まあ何にせよ今すぐ答えを導き出すことはできない。推理をするには事件から十分な情報を拾い上げ、その中から絶対にありえないことを消すんだ。そうするとどうなるんですか？残りはいかにありえないことでも事実に間違いない。だから全ての情報を吟味するまで結論を急ぐつもりはない。もっともらしいが、それは君自身の言葉じゃないかね。シャーロック・ホームズの言葉だろ。名探偵気取りかね。でもこの言葉の持つ意味は深い。そう思いませんか？ただ一つの真相にたどり着くためには一文字も取りこぼすことはできません。どのページに手がかりが隠されているのかわからないんですからね。わかりました。吉川さん、よろしくお願いします。ズバッと拾って、バツッと消して、ドカッと吟味して、ガツンと解決してください。司くんの言う通りに行くかどうかはさておき、
真実は必ず明らかにしてみせるよ。赤社は以上だ。謎解きの前提として、1、本に書かれていることは全て事実。ただし犯人は嘘をついている可能性がある。1、動機の強い弱いは重要ではない。1、トリックや犯人は超能力や宇宙人など超常的な事象によるものではない。我々冥界の住人も現世の事件には一切関与していない。以上を踏まえた上で推理してくれ。さて、今回の調書はこんな内容だ。1、被害者の首と両手首、両足首の5つの首を切断されていた。犯人がそうした理由を説明するひらめきを1つ答えよ。2、両手首、両足首の切断位置が揃えたように同じだったのは、ある人物のある目的に起因している。その目的とは何か、ひらめきを一つ示せ。3、現場にはいくつかの不自然な点があった。問2の答えを踏まえて、その理由を示すひらめきを二つ答えよ。4、犯人が犯行に至ったそもそもの原因は何か、ひらめきを一つ示せ。犯人は誰か。赤社をよく読んで答えを見つけ出してほしい。浮き上がるキーワードは数知れず、そのどれもが重要に見え無用にも見える。一見意味のなさそうなキーワードでも、その先に重要な謎とひらめきが隠れていることがある。ただしどれもが真実とは限らない。お前の惑わす謎や嘘のひらめきも少なくないだろう。熟読し受講し、一歩ずつ進むのだ。さて、赤社のどのあたりから読み返そうか。お前が気になるキーワードを一つ選んでくれ。何、深刻に考える必要はない。とっかかりとしてとりあえずキーワードを選んでその辺から読み直そうってだけだ。ほう、ここには気になるキーワードがないか。では最初のページから読み直していくことにしよう。はい、今回はここまでにしたいと思います。次は回答編ですね。長いね、ここまで来ると。じゃあ時間もあるので、それじゃあまた。